まあ、今日というのがおそらく前半戦最後のピッチングになるだろうというところですが、2桁10勝目マークしました、まあ、これがパ・リーグのトップ、防御率も1点台、三振も今日のゲームでトップに立ちました。前半戦ここまでのピッチング振り返ってどうでしたか。まあ、いいピッチングできるときも、まあ、前回みたいに打たれてしまったり、まあ、いろんな試合があったんですけど、やっぱりこうなんか支えられながらとりあえず10勝でしたので、ここからもともと勝って、この勝ちを返したいと思います。そして今年も山本投手はオールスターゲームに選出されました。もう間もなくです。どんなピッチングを見せたいですか。まあしっかりポジション整えて全力の球を投げるので、ぜひ、見てください。前半戦のゲームは一つとなりました。それではこのヒーローインタビューの最後にチームを代表して、一言山本投手からお願いします。この9連戦中の明日が9戦目でちょっとみんな疲れてきているので、皆さんの熱いご声援を明日もよろしくお願いします。頑張ります。ありがとうございました。今日のヒーローは山本投手、中川選手、山本由伸投手でした。それでは、今日のヒーロー選手と一緒にタオル、そしてお持ちの方は、ポスターのオリフォービッグポスターをかけて、この勝利の喜びを全員で分かち合いましょう。皆さん、ご準備ください。さあ、準備はよろしいですか。さあ、このバファローズ本社で勝ちました。行きましょう。勝利の部位が一つ増えたことを祝って、全員で笑おう。本日のヒーローである山本投手、福田選手にはグラフィックワンと使用可能な C ポイントが贈られます。今夜のヒーローは中川圭太選手、そして山本由伸投手でした。ナイスゲーム。それでは今日の勝利をこの曲で祝いましょう。I'm gonna go to the hospital.